はい、こんにちは。スタジオ系の茂木です。今日はですね、平泳ぎのキックについて大事な要点をまとめてみたいと思います。まあ、結構平泳ぎのキックって得意な人と苦手な人が大きく分かれるキックだと思っていて、得意な人なんかはビート板使ったり、キックだけでヒューヒューヒューって、軽く楽な感じで長い距離を泳げるんですけど、苦手な人はどうしても煽り足と言って、足首がうまく返らなかったり、もしくは足首返してしっかり蹴れたとしても、全然進まないとか、足がすぐつっちゃう。そういう人が割と多いキックなので、今回紹介する3つの要点、これをちょっと気をつけながらキックしてもらうと大きく変わっていくんじゃないかなと思います。まあ今回の動画の中では、すべてこの3つの要点、全部陸上で意識してください。まず陸でできないことっていうのは水中ではもっとできなくなっちゃうので、水中、プールの中よりももっとこの簡単な環境、やりやすい環境である陸上でしっかり動きを作った上で、それをプールで水の中でやる。こういう感じでやってもらえるといいかなと思います。では皆さん、まず僕の真似をしてみてください。こう立ったところからですね、こういう風に足を曲げます。よくないのはこういう風に曲げる。こうではなくて、前側にこうやって曲げていく。はい。こういう形でまずは足踏みをします。この時に股関節がこういう風に折れているのをこう確認してください。まずこれが一つ目。まずこれが一つ目のポイント。で、結構ですね、泳いでるとき、ビート板とか持ってキックすると腰が結構反るんですよ。で、ビート板、前に浮力があるので足が沈みます。で、足が沈みながらキックすることでですね、足の引き付けがこういう風な引き付けになっちゃうんですよね。こっちの右足、左足は無視してください。この右足だけが泳いでると考えたときにですね、こう引き付けて蹴っちゃう人が多いんですが、これだと股関節が全然曲がってないんですよね。股関節を曲げて伸ばしていく力っていうのがすごく強いんですが、この力が使えなくて、ここが伸びきってると足がこれぐらいの長さしかない形になっちゃいます。股関節から曲げた時足がこの長さ全部使えるんですが、股関節伸びきってキックするとこの膝から先しか足がない感じになっちゃう。で、これだとやっぱり使える筋肉の量がハムストリングスと大腿四頭筋のみになっちゃうんですよ。で、股関節から曲げていくと腸腰筋もそうだし、腹筋も少し入りますし、お尻の筋肉、大臀筋とか、ももの、もちろん四頭筋とハムストリングスとか、この辺も全部使えるようになるので、しっかりこう曲げていく意識ですね。こうではなくてこう曲げる意識をまずはつけていきます。これが一つ目。あともう一つ目はですね、膝を曲げてきて蹴る直前に膝を開きます。僕の手、これ足首、これ膝で、これ股関節だとして、こう引きつけてきたらですね、蹴るときに膝を少し開きながらキックをしていくようにしてください。膝閉じっぱなしでキックっていうのは、超トップ選手とかはこういう感じで膝閉じた状態でも、この足首が外にすごい開くんですよ。この状態でギュンとこう蹴ったりできるんですが、これは一般の人がやると膝を痛めやすいです。で、しかも普通の人がやるとこんなに柔らかくないので、ほとんどこうまっすぐなキックになっちゃうんですよね。これが競泳選手みたいに膝を閉じた状態で、でも足首を外にぐっとこう大きく開くっていう、この膝の柔軟性が普通の人はないので、膝を閉じた状態で曲げちゃうとそのまままっすぐなキックになって進まなくなります。で、僕がやってる太極拳では普通にこう殴り合ったりこう蹴ったりとか、そういう試合にも出たりするんですよ。なので打撃の練習とか結構するんですが、物にしっかり力を伝えたかったらぐーっと長い時間をしてた方が物がよく飛びます。ただ中に威力を残したい、インパクトを中に残して KO させる、失神させるみたいなパンチはだって素早く引く感じになるんですが、相手を大きく突き飛ばしたいとかっていう時はグーンってしっかり押し込むような感じで、押してる時間を長くした方が物に力が伝わるんですよ。なので膝を閉じた状態で曲げて伸ばすだと、足が押してるのは直線距離、最短距離になるので、水に対して長い時間力を加えてることができなくなります。なので曲げて少し円を描くように蹴っていくと、カーブ軌道の方が長い距離、長い時間水を押し続けられるので、その方がですね、水に対して力を加えて体がしっかり進むっていうキックになるので、最短距離でドーンって蹴っちゃうと水に対して力を伝える時間が短くなっちゃうんですよ。トップアスリートなんかは膝が柔らかいので、膝を閉じててもこういう風にこう円軌道でキックができます。
ところがこれは膝に良くないのと、やっぱりトップアスリートじゃないとこんなに膝柔らかく動かないんですよ。なので平泳ぎのキックの時にこう引きつけてきたら膝も開いて、で最後でしっかり閉じるっていう意識でやってもらうといいと思います。で膝はどれぐらい開くかっていうところなんですが、僕の場合はこの肩幅って言ってもこの外側のこのラインですね、この内側の肩幅のラインじゃなくてこの外の肩幅のライン、ここに膝が入るぐらい僕は膝を開きながらキックしています。これが狭すぎると膝が柔らかくないとうまくキックできない。で広すぎるとですね、今度は足の力がうまく水に伝わらなくなっちゃうんですよ。なのでそのちょうどいいポジションっていうのがあって、スクワットするときとかもそうなんですが、あんまりこう足開いてスクワットすると足が力全然入らなくなるんですよね。で逆に閉じすぎてもこれも良くないっていうので、ちょうどいい足の開きっていうとこれぐらいになります。これぐらいで僕一応この間110キロこうスクワットでこう上げることができたんですが、やっぱり平泳ぎの足の開きの角度と同じだなっていうのをそこで再確認できました。だからこの幅が一番いいと思います。まあ、これはでもコーチによっていろいろ言うこと違うので、まあ自分のコーチ、信じられるコーチがいたらそっちをまあ優先してもらいたいんですが、僕はこれぐらいがいいんじゃないかなと思う。大事なポイント3つ目なんですが、それはですね、こう伸びてる状態の時はつま先がこう伸びてる状態がいいです。で足を引きつけてくる時も極力つま先が伸びたまま引きつけて、蹴る瞬間に足首をクッと足を曲げて足の裏でグンと押すようにしてキックをすると、これをやっていくとすごくいいんですよ。ただこれが結構難しくてですね、こう来てここでくるっと返してから蹴っていきたいんですが、こう来てこのまま蹴っちゃうといわゆる煽り足っていう足になって足の裏で水が押せなくなります。でこう引きつけの時から足首を曲げてこう引きつけてきちゃうと、ここに水がバンバン当たって余計な抵抗になって進みが悪くなるんですよ。なので伸ばした、極力こうつま先を伸ばした状態で引きつけてきて、蹴る瞬間だけ足首をくるっと返す、返した瞬間にはポンともう蹴ってる、こういう状態でキックができると平泳ぎはすごくよく進みます。で以上がポイント3つなんですが、まあ、あとはですね、実際に水って軽いのでちゃんと蹴れてるんだかどうかっていうのがよくわからないと思うんですよ。なので実際に本当に何か物を蹴るっていうのをやると結構キック上手になりやすい感じがします。で僕がいろんな人に水泳を教えてる中で、キック早く上手くなりやすい人ってサッカーやってたりとか、あと格闘技やってる人、まあ、この人はなかなか少ないんですけど、まあ、昔空手やってましたとかっていう人とかって結構キック上手くなりやすいんですよね。それっていうのはやっぱり物を蹴って物に対して力をどうやったら伝えられるかとか、素早く蹴るには力が抜けてないといけない、でも力抜くにはちゃんと腹圧が高まって体幹がしっかり入ってないと足とか手が早く動かないっていうことを頭じゃなくて体が知ってる人っていうのは結構キック上達が早いなと思うんですよ。なのでまあうちのスタジオ来てもらうとこう実際に物を蹴れるので、こういうので検証していくと面白いんですよね。でキック苦手な人っていうのはですね、力が入ってこういう感じになるんですよ。力入れてくるこんな感じで全然サンドバッグ動かないですね。これがですね、いいキックの場合は力が抜けてる、でも腹圧は高まってお腹あたりはしっかりこう力が入るというか密度が高い状態で、力の抜けた足をふっといって足をポンと前に放り出すような感じでキックをする。そうするとですね、すごく物に対して力が伝わります。こんな感じになります。はい、この60キロぐらいあるサンドバッグが こっちと向こうで 2.5 メートルぐらいこう動きますね。これが力入ってグンッと押し込んじゃったりすると全然物に対して自分の中から作ったエネルギーを物に伝えるってことがうまくできないんですよ。こういう感じになっちゃったりするんですけど、こうやってキックしてる人が結構多いんですよ。で力入れたまま曲げて伸ばしてってやるとすぐつります。はい、筋肉力入れたまま動かしてるとすごい筋肉、余計な疲れというかそれが溜まってきてすぐつるんですよね。なので足の力を抜いて蹴るっていう練習、これができると結構水泳のキックにも応用が効くんじゃないかなと思います。まっすぐな曲げて蹴るっていうちょっと平泳ぎタイプ系なキックと、あとはこういって膝から行ってポンとつま先が、ムチのようにつま先がピョンと前に飛んでいくようなキック、そういうキックを実際に物にこうやったりすると結構面白いですね。はい、まあ、こういうのをやっていくと体幹の使い方、体の使い方と手足のポンとこう力を抜く感じみたいなのがよくできるようになってきて、
実際泳いでる時もそういうキックをポンポンポンって水の中で入れていく。で、これがよく進むし疲れないんですよ。オリンピックとかでトップ選手がキックしてるとことか見ると必ずこういうキックになってると思います。で、水泳選手とかってやっぱ結構キック上手い人多いんですよね。なので陸上で実際にこう動いた距離とかが分かるもの、こういうものとかを実際に蹴ったり押したりとか引いたりとかしていくことで、しっかり自分の体の中の力が外部にこう伝達できてるんだっていうのを確認してもらうことっていうのが水泳の上達の近道なんじゃないかなって少し思っています。まあ、なのでこう家来て遊んでもらうと結構それだけで割といい感覚つかんで帰ってもらって、でプールでも実際に速くなるっていうの、そういう風になってるお客さんも何人かいるので、前もしよかったら遊び来てもらえるといいかなと思います。はい、最後はちょっと宣伝みたいな感じになっちゃったんであれなんですが、今回はこんな感じになります。で、今平泳ぎについて全部まとめる動画を作ってる最中ですので、まあ、今回はキックのことだったんですが、もっと手のこととか呼吸のこととか背骨がこういってこういってとか、うねりのこと、体重移動とか、これら全部まとめてこの動画1本で平泳ぎ全部こう、覚えられますよって動画作ってるところなので、まあ、そちらも、完成したら皆さんぜひ見てみてください。はい、では今回は以上になります。チャンネル登録や高評価が更新の原動力になります。よろしくお願いします。